住宅地の空き地に群れるカラス。空地または空き地は農地や宅地などの利用目的がなく放置された状態にある土地である。特に一般人が自由に使えるような状態になっている土地を指す。漢字表記では、空き地、空き地と表記する場合もある。また、法律用語としては空地と読み、建築物の存在しない広場、公園、緑地、道路、 駐車場などを指す。都市計画においては、都市の環境改善や防災に対して、有効に資する道路、公園、駐車場などを有効空地と呼称する。建築基準法の総合設計制度のもとにおいて、土地開発が行われる民有地の内部において平野壁などの遮るものを設置せずに、一般人の自由な通行、利用が可能なオープンスペースが設置された区域を、 公開空地と呼ぶ。建築物を建設する際に、一定の条件を満たす公開空地を設ける場合には、その見返りに、容積率や高さ制限の緩和を受けることが可能となっている。大規模建物の建設に伴い、巨人化監督を行う側である自治体では、建築基準法第59条の2の許可基準を踏まえて、環境空地と呼ばれる空地を建築物の建築に、 かかる、住環境への配慮等に関する指導要項や条例等によって創出させる、縁義務規定を定めている。東京都の足立区では、環境整備基準の協議事項第39条で、環境空地の整備を、環境空地とは、周辺環境の向上や憩いの場となる、要、樹木等を整備する、開放的な空間と規定している。対応手法や規模等や、 創出手法も様々で、川崎市の有料建築物等整備事業の例では、供給する住宅は規定の面積要件を満たすこと、建築物は景観に配慮して相性とすることなどの事項のほか、一定割合以上の周辺市街地に寄与する空地を整備することと規定している。東京都の世田谷区では、区の建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例第十八条で、 環境空地の設置を謳っており、敷地面積が一定規模以上の敷地に建てる場合は設けなければならない規則となっている。規模の基準例は同じく、東京都の目黒区の大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例第13条で環境空地の確保を謳っており、これによると指定建築物の建築をしようとする建築主は、 規則で定める基準に従い、その敷地内に敷地面積の100分の10以上の土地を環境空地を言うとして確保しなければならない。ただし、敷地面積が2000平方メートル以上の指定建築物の建築であって、全条、次条及び第15条の規定による措置をすべて講じた場合は、この限りでないと定めている。神奈川県の茅ヶ崎市の例では、 浜見平地区都市デザインガイドラインにおいて環境空地率の導入を図っている。設置させる空地の一種に広場上空地の他に歩道上空地の縁義務がある。特に4メートルを超えない道路に対して道路に沿って私有地の中に設置されるものである。自治体は歩道上空地を主要な公共施設である公共空地として規定するため歩道上空地を設置することは 憲兵率に有利に働く。これは、開発がなされる敷地に接する歩道に、歩道上に空地を設けることで、歩道と一体となった歩行者空間の形成を図り、主要な公共施設の配置と近隣の歩行者ネットワークとの関係に配慮するというものである。歩道のように整備するが、開発建物敷地に設置される空地のため、正式には、歩道ではなく、敷地を開放している。 歩道上公開空地であり、ゆとりある歩行者空間を確保するために、歩道と一体となった歩道上空地を整備する。ゆえに私有地といえども管理者は勝手に設置物等を置いてはならないとされる。これも自治体等で、規模や規定手法などは様々で、上記の目黒区のケースの例では、第14条に歩道上空地の整備が謳っており、 大規模建築物及び開発許可対象区域内、建築物の建築をしようとする建築主は、その敷地に接する道路に沿って、一般公衆の利用に供する、歩道上の空地を規則で定める基準に、従い整備するよう努めなければならない、としている。戦前においては、市街地建築物法において、空地地区防空法において空地が規定されていた。 市街地建築物法の空地地区は、敷地内の空地の最低限度を定めるものであり、1931年施行令改正により、同法施行令第14条の2を追加し、行政官庁は、土地の状況により、特に必要と任務るときは区域を指定し、その区域内における、建築物の敷地内に存せしむべき空地の最小限度を定めることを、徳が追加され、また、 1938年法改正により同法第11条第2項に修務大臣は必要と任務るときは高度地区を指定しその地区内における建築物につけ高の最低限度和歌は最高限度を定めまたは空地地区を指定しその地区内における建築物につけ床面積の敷地面積に対する割合及び敷地の境界線よりの距離の限度を定めることを特とした 主務大臣が都市計画施設として指定するものであり、空地地区制度の目的は防空と住宅地の環境保全であったことが指摘されている。空地地区は第1種第6種まで段階的に設定されるものであるが、最も厳しい制限のかかる第1種空地地区では敷地面積に対する床面積の割合が20%以下に制限される。空地地区は戦後も 建築基準法に引き継がれたが、溶石率制限の導入に伴い廃止されている。防空法に基づく空地はより厳しい建築制限がかかるものであったが、昭和21年に同法が廃止され、空地は一部で都市計画法における緑地地域として継承されたが、今日では廃止されている。ありがとうございます。